3連符の、4ウェイコンビネーションチェンジアップということで、音符は3連、ダディトゥ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 、最初はですね、手が2つ足が1つ一番オーソドックスなパターンですね。こういう、はい、これじゃあちょっと実演してみましょう。はい、まあそんなに難しくはないと思います。一応、まあ、前半はね、スネアから順番に降りていくだけです。で、後半の応用パターンですね。手だけやると、じゃあゆっくりめにね、もう一度やってみましょう。はい、それでは手が2つ、ね、で足が2つ3連符ですが4つ割りで、リズムを感じていきます。じゃあちょっと実演を見ていただきましょう。非常に難しい、リズムの取り方になっています。なおかつパターンもちょっとね複雑化してきました。説明しますね。まずこの3連符ダディトゥ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 の感じ方をですね、まあ、ポリズリズムで歌うダディトゥダディトゥをダガトゥトゥ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 、この歌い方に慣れられないと、かなり、ちょっときついもんがあります。なおかつそれをコンビネーションに置き換えますね。だからこの練習をするといいです。まあ、こういうのってボディーグルーブの練習にもね、役立ちますから、今度はそれを、パターンとして分けていきます。まずはこの上から順に下がっていくんですけれども、またこうと戻ってきて、ここまでが前半です。あとは、一つのパターンを何度か繰り返すんですね。これがダドゥ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 ダドゥドゥダドゥドゥドゥドダドゥドゥダドゥドゥドゥドダドゥドゥ、このポリリズムが歌えるように、たくさん訓練してほしいです。それではもう一度ゆっくり、やってみましょう。はい、次はですね、手が3つ足が1つ、また4割のポリリズムです。手順はこうですね、右左右足ね、3つですと、タカタド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 、こういうリズムの感じ方になりますね。では実演見ていただきましょう。まあ、前半戦はですね、こうタタタツタタタツタタタツ、こう3つずつね、足1つっていうのがいて、またこう戻ってくるんですけれども、これだけでも結構数えづらいもんありますよね。ですがここはちょっとこう踏ん張っていただいて、次ですね、こうちょっとこう、まあ戻ってくるスティッキングなんですけれども、この隙間にバスドラ入れます。
ね、これが16分音符とかでやってるんだったらどうってことないフレーズだと思うんですけれども、やっぱこう3連に乗せるとちょっときついもんがありますね。はい、じゃあこの前半と後半を、ゆっくりやってみますね。はい、3連のね、一番最後は手が4つ足が2つのパターンになります。よく6連コンビネーションとかで出てくるパターンなんですけれども、それを3連符に、当てはめます。このちょっと、実演を見てください。結構簡単な方かなと思ってるんですけれども、まあスネアを4つ叩いて、ね、足2つで次はタム同じように下まで降りていきます。はい、で次の手順がこうですね。次は戻ってきます。はい、じゃあこれをくっつけてゆっくりやってみましょう。